ワークマンにレザーのイメージないですね。やっぱほんま河川強いですよね。これ縫製会社さんとか見たらびっくりするんじゃないですか。塗れないですね。ゴアより上になっちゃった。天然繊維もあるんですね。これ僕買うと思いますね。本日はワークマンの展示会に来ました。はい、ということで、ワークマンの加納さんに、今回案内してもらうということで、2024年秋冬の新作ですかね。はい、はい、新作です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早速だと僕防水の体験がなんかに行かなあかん感じですかね。あと5分で、あと5分ですもんね。時間いつもギリギリなんで先じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。はい、じゃあここなんですね。お待ちください。なんかね、ここで防水を着てほんまに雨濡れないかみたいなのをやっていくんで、僕着替え持ってきてないから濡れちゃったらもう終わりなんですけど。昔、高圧でやった、うん、あ、そうそうそう、そんな感じで、うん、そういう施設を作ったってことですね。今からワークマンのレインウェアがどれだけ高性能かっていう。なるほど。加納さんって年いくつですか。僕26です。あ、26、若い感じしますもんね。本当ですか。はい、ぜひよろしく。いやいやいや、大丈夫です。お願いします。受付あちらで。はい、お願いします。はい、3段階雨量が設定されておるので、まあ、雨と想定した水が降ってくるってだけなんですけども、ちょっと待ってくださいね。インナーレムでした。 OK です。はい、行きます。あ、普通の雨ぐらいな。さあ、濡れてるか濡れてないか。バッチリですね。全然濡れてないですね。あ、そうなんや。あ、結構激しめですね、そしたら。なんか、雨量が多いっていう感じですかね。あー、体験した感じです。わりかしちゃんと降ってる雨ですね。これやったらちゃんと風引くぐらいのやつ。濡れないです。傘、あれになってます。ありがとうございます。なんか僕個人的にこんなことやったことあるんですよ。なんかあのコースで自分濡らしてみたりしたことやけど、確かに濡れてないですね、全然。私の生命発表会の、うん、あのテーマでもある大人カジュアルですね。まあ、ワークマンでも男性の、まあ、ファッション大人向けで展開していこうということで、今こちらの方のちょっとこの某レトロ X にそっくりです似てますね、これかなりね。防風？あ、防風じゃないんか。そう、へえ。こちらレディースの今コーナー、ね、レディースのところね。はい、加納さんも何とも言い難いような表情でしたけども。僕には無表情、無表情ですね。あとワークマンさんもあれですね、カジュアルにちょっと行ってるんですね。そうですね、特にワークマン女子の方で、うん、今後そういった大人の男性向けのものも増やしていこうっていうので、はいはい、あ、入り口入ってすぐのところがここやから、だいぶ力入れてる感じなんですね。そうです。このあたりがワークマン女子、ワークマン開発展開予定のものたちが今前面の方に出ている。これメンズですか。ユニセックスのものになっております。フェイクレザーっていうんですかね。はい、今までなかったですもんね、こういうの。レザーは今年から初めて本格的に。レザー、ワークマンにレザーのイメージないですね。こういうまたレザーとかやったら大変ですもんね、一からね、作るのね。そうですね、もう新しい挑戦にはなってます。ですよね、防水とかってそっちのイメージだけど、はい、ポリ100なのでイージーケアで、はい、雨もまあいいし、洗濯機に入れちゃえっていう感じで洗ってもらえる。なるほど、レザーの服っぽいけど、うん、レザー調のね、はい、そのまま。なるほどなるほど。この辺はレディースなんですね。これ一応男女兼用にはなってるんですけども、うん、ここがあのモード学園さん、名古屋モード学園の学生さんにデザインしていただいた服になっております。はい、すごい、はい、堪能機がいかついですもんね、ワークマンさんね。はい、何週間とかで量産行きますもんね。そうですね、一気にギュッと作って終わりです。普通じゃありえないですよ、その何週間とかでは。あれもレザーですか。んな、これもフェイクレザーの。確かにな、今年からちょっと変わってきてる感じなんですね。ベロアとかもなんか去年もありましたもんね。そうですね。うん、私またさらにちょっと肩とかを増やしていきます。パンツなんかもちょっとウール調のパンツがあったりとか。そうですね、テーパードで。ニットもやってるじゃないですか。今年ここのニットも初めてこれだけの種類を出して展開していこう。こんな感じです。こんな感じなんや。
サイズ感変わってます？僕いつも LL なんですけど、でも L でも良かったかもしれないですね、これやったら。ニーズによってはちょっとオーバーサイズで意識して作ってるものもありますね。でこれもブルゾンのレザー調っぽい感じですね。レザー調のやつはだいたい10月ぐらい販売予定って書いてます。こんなんでパンツこれでいったりしたらもうトータルですもん、言ったらね。これで完成してしまいますね、正直。5400円ぐらい。すごいな。やっぱほんま河川強いですよね、これポリで作って。そうですね、ウールっぽいけど実はポリ100なんですっていうような商品が。そうですね、ウールはもうクリニック出さんと。そうなんですよね、あかんし毛玉もできるしみたいな。レーザーに関しては基本的に質調は全部一緒っていう感じですね。あとパターンとか襟元が若干ちゃうっていう感じですね、っていうところで。そして中綿、ちょっとサイズはちっちゃいんですけど、でもそんなことないか、これ M なんですよ。大きくなったかもしれないですよ。前ちっちゃいイメージだったんですけど、 M ではちょっとちっちゃいですけどね、さすがに。だけど、まあ、L、 僕やったら L かなっていう。今まで LL やったんですけど、これめっちゃ可愛いですね。めちゃくちゃ可愛いです。ねこれの赤のやつもあったんだけど、今ちょっとないな、派手な色合いで。いや、それそういうの好きなんですよ、可愛らしい色合い。ニードルですね。あ、違います。ワークマンの展示会。あ、そうかそうか、ワークマンの可能でございます、ね、これニードルズの新作とかではないってことですね。ワークマンの新作で出すのがいいじゃないか。ニットこういうのも使えますもんね、またね、はい、1500円で自宅で洗えて、でワークマン女子も行けてるから、まあ、奥さんと一緒に着ようかとか、はい、これもすごいですね、着物さしてるんですね。スクエード調に仕立てて、うん、こういう風な風合いにしているような形ですね。なんかマジであれですよね、ワークマンのポリエステルの使い方って魔術的な使い方しますよね。何でもできますよね、使い続けて、うん、着毛もさせれるし、ニットにもできるし、ね、レザーにもするしみたいな。スエドライク、ポリエステルとウレタンなんで、言ったら洗濯もできますよね、これね。これも、これも、これもポリエステルなんですよ。だからそれをどう見せてるかが違うっていう。ベロア風に見せるのか、スウェードっぽく見せるのか、ニットに見せるのか。この辺はトレンドを意識してるから、ゆったりめはゆったりめですよね。そうですね、オーバーサイズで作り物の方が、あ、次またコーデュロイにして、これももしかしてポリエステルちゃう？ポリエステルですね、やっぱり、ね、すごいな、何でもできるな、ほんまに。洗えるしね、また、はい、裏地はここだけ面ですね。はい、まあ、ベロアというか、これもまたポリですね。こんなずっとポリのことばっかり意識する人いてないと思いますけど、結構チェック系って好きな人好きですもんね。僕結構好きなんですよ。あとチェックシャツで言うと、うん、ちょっと向こうに、あ、いいのあるんですか。あれで、いいつ、ちょっと待ってくださいね。はい。これ軽そうなパンツ。こちらストレッチの効いたこの部分が生地が特徴となっておりまして、はい、すごい、これワークマンさんらしいですね、こういうのね。パッと見めっちゃ切れ目ないよね。シャツの形なんですけども、うん、スムースジャージ、ジャージ生地で網になってるんですよ。これは折りじゃなくて網になってるんですよ。網やから伸びるんですよね、さらに。ちょっとこっちだとテロテロすぎるかなっていう方は、うんうん、折りですね、こっちはね。こちらほどは伸びないです、ね、横には少し伸びますので、よりまあ丈夫は丈夫やし、こっちの方が。このシャツの折りならではこのボコボコ感とかもしっかりやっぱり風合いというか、普通ポリで出ないんですけどね、こういう風合いってね、コットンっぽいのって。縫製会社さんとか見たらびっくりするんちゃいます？そうです、生地屋さんとか見たら。そうですね、 YouTuber さんに見せるだけではもったいないというか、工場さんにも来てほしいぐらい。もっと出して、うん、出していくべきです。いや、そうだよと思います。先ほど申し上げましたチェックシャツが、あ、はい、本格的にチェックシャツたちになっております。これも可愛いな。全部で18種類ありまして、店舗の方にもあの納品がちょっとずれてくるので、うん、1月ごとにいろんなカラーの商品が入ってくるので、店頭の方でも毎月来ていただいて新しいお色探していただくみたいな。18色あるから、はい、人気投票とかあったらいいです ね、 ですね、どれが一番売れててみたいなね、はい、こんな感じです。 L で僕ぴったりです、サイズ。しかもこれはオーバー気味じゃないんですね。そうですね、ぴったりで、はい。この秋冬コレクションつけたらワークマンの社員さんでも行けるから。もちろん大丈夫です、はい、ここでブースで立っていただいても。そうですね、どうもありがとうございます。そうなんですよ、これでね、あの18色あって、あ、そうなんですよ、ランキングもね、あの来月からする予定で。そうなんですね、社長にも言ったんで。土屋さんですかね、あの取締役のね、土屋さんの本も僕読ませていただいて、神田さんもちろん読んで。もちろんでございます。マーガー引いても3週4。じゃあちなみにこれに合う、はい、アウター行きましょうか。
ダウンベースなんて、まさにキムタクっぽく行きたいんで、もうこれですもんね。昨年も確か来ていただいた時に取り上げていただいたんですけど、そうです、ヌプシですよね。ああ間違った、間違います。これもありましたっけ、ベスト。ありました。基本的にそんなに大きくは変化してないんですけど、変わってない。前回はここのポケットにボタンがついてこうパチパチっと止められたんですけど、それがなくなりました。なるほどなるほど、はい、泥コードですね、うん、で締められたんですけども、うん、それもなくしまして、うんうんうん、よりシンプルに、そうです、お使いいただけるのはこれ。ちょっとこれ大きい、今 3L 着てるんでちょっと大きいんですけど、まあ、ほんまにカジュアルでそのまま街中行けますみたいな感じですもんね。あれもあります、イージスダウンとかも。今年イージスダウンがちょっと違うブースに、あ、でもあるのはあるんですね、やっぱり、はい、もうほぼ後半ぐらいになってるんですかね。今はもうトレッキングとか、うんうんうん、いつもの、機能性的なやつ、そうですね、ものになってますので。この辺もユニセックスですか。これは違う、そうですね、ユニセックスです、はい、あら、まあ、メリノウールもある、すいません。肌着とかですか。そうです、肌着の方で、これを糸にして生地にする。あ、なるほど。湿気吸ったりしたらこうふわって開くんですよ。だから湿気を吸うとかってよく言うんやけど、これ実験なんですか。あ、ぜひ見たいです。はい、ウールというのは、うん、実を言うと暖かいだけじゃなくて消臭効果ってあるんですね。匂い、酢酸とかアンモニア、普通の生活する時のに出てくるような成分なんですけど、うんうんうん、それを 85% 吸収するって言われてる、数字としては、うん、中にアンモニアの匂いがいっぱい入っていて、やれやな。ウールとコットン、ポリエステル、つまり T シャツとかに使われやすいような素材で比べてみます。匂わない方からちょっと嗅いでもらって、うん、これウールです、うん、大丈夫ですよね。大丈夫です。コットン、ちょっと慎重にグッときますので、慎重に。あ、くそ、うわ、すっごい鼻にきますね。そうですよね、全然違いますよね、うん、同じですよ。突き刺さる。先ほど言われた合成のポリエステルは匂いつくって言われたんですよ。ジムの服ってポリエステルやから匂いめっちゃつくんですよ、汗かいたら。ちょっとどうぞ。うわ、きついっすねウールってすごく匂いをする。なので肌着とか T シャツとか汗かいて、うんうん、汗臭いっていう匂いがウールのものだと軽減されるっていう。僕も寝巻きはメリノウールにしてます。一番いいですね。そうですね、着心地もいいし匂いもつかへんし、意外となんかウールって冬と思われがちだけど夏いけるんですよ。そうなんです、みたいな感じですもんね。そうです、肌着でもそうですけど、靴下、うん、靴下も夏靴で履くとこうちょっと蒸れるじゃないですか。靴脱ぐと床のところでこう足跡とかついたりするんですけど、うん、ウールの靴下だとないですね。本当にこう汗ばまなくてすごく快適だなっていう。へえ、いいですね、はい。あとこちらももう一つ実験として、吸湿発熱っていうところで、はい、吸ったら、うん、自ら発熱するんですね。へー。なのでちょっとその実験をこのサーモカメラを使って、うん、どれぐらい色が違うかっていうのを比べていただきたい。ダウンジャケットの温度検証の時にこのカメラ欲しいですね。これがポリエステルの綿、はい、これがウールの綿。水をかけます、はい、で揉んでください。どんどん揉むと、これウール見てください。水かけたところからちょっと中が色が変わってますよね。こう、うんうんうん、こう違いますよね。こうやって同じように握ってるのに、はい、ウールは発熱してるのでその湿度であったかくなるっていう。へー。冬はもういいですよと。そうですね、服いっぱい着ていて汗ばむじゃないですか。汗を吸うことによってサラサラになり、かつちょっと熱を帯びる。これは絶えず発熱し続けるわけではなくて、水分がくっついた時だけ一時的にあったかくなります。ってことは汗かいた時にあったかくなる。そうなんです。なるほど。といったところで、面白い。これメリノウールはニュージーランドとかオーストラリアとかってことですか。そうですね、オーストラリアとか。そうですね、はい。ちょっとじゃあ見させてもらいます。はい、あ、すみません。これは、形は何があるんですか。ロンティーバージョンはですね、うん、ロンティーバージョンとあちらにラインナップ揃えてあるんですけど。 ありがとうございます。こちらがメンズがここのライン。あ、へー、はい。このメリノウールって値段なんぼなんですか。1900円です。すごいな。いや、ちょっと僕河川だけやとかって思ってたんですけど、はい、天然繊維もあるんですね。これはいいですね。冬の期間に一番売れるインナーってのがメリノウールのインナーだったりするんですよ。リブもなんかわりかしちゃんとしてるし、これ僕買うと思いますね。これ L とかってありますか。あ、もちろんです。もし寝る時だったら LL でもいいかな。はい、インナーとかやったらこれでいいかもしれないですね。そうですね。ダウンジャケットの下とかをこれ1枚とかでも全然いきますよね。全然いきます。肌に直接触れていただくっていうのが消臭だったり吸湿させるだったり。そうですね、外でも着れるようなんですよね。僕は勝手に寝巻きやね巻きやでずっと出てるけど、インナー肌着でもこれサーマルっぽいやつやったら。そうなんですよ、こういうサーマルっぽいのもあるので、はい、これが一応いつでしたっけね、販売が9月から全国のワークマンで
メリノウール長袖丸首シャツ、1900円、安い。あ、この辺に来るとあのいつものワークマンさんやなっていう感じになりますね。コカオネオネの展示会がではないですね、ではないですね。あ、これイナレムなんですね。防水スニーカーですね。こんなこれ需要ありそうですね、いろんなところで、うん、この辺りとかよく見る、今まで見てた。あ、イナレムプレミアムですね。めちゃくちゃ糖質制度も高かったんちゃいましたっけ。こっちで5万。おお、すごい。ゴアテックスが4万5000なんですよ。ゴアより上になっちゃったんです。ゴアテックスも正式には言ってないんですけど、一応4万5000ちゃうかって言ってて5万やから群れない。去年結構お客様からですね、うん、チャックの上げ下げが、うん、なかなかできない、ちょっと硬いかなっていう、硬いっていう話で。でも止水シップって仕方ないじゃ仕方ないですよね。そこでまあちょっと申し訳ないでご理解くださいっていう形だったんですけど、うん、まさか改善した、改善しました。あ、じゃあ すごいな。確かに止水ジップにしてはそんなに硬くないかもしれない。すごいですね、翌年即反映されるのはいい、うん、確かに。あ、バイクのね、これも前回もあったやつですね。そうですね。もう基本的にはやっぱ防水であったかいみたいなのがやっぱ多いですか。防水防寒ってところが、そうですよね、主には。あとやっぱちょっとデザイン性であったりとか、うんうんうん、あのテークレーターになるんですか、うん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 。あ、デニムもね、変わってなくて、うん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 、こっちもちょっと、うん、こっちは分厚いんですけど、うん、こっちの方が新しい方がちょっとここが薄くなってて、うん、あ、ほんまや、バイク描いた時とかにもちょっと苦しくないように仕様になっています。あ、生地結構分厚かったんですね。そうですね、結構分厚くて、いろいろお声いただいてちょっと改良に改良、毎年アップデートしてますか。やっぱそうですね、すごいですよね。うん、そやそや、このねカメラマンのふーちゃんが釣りをやってるっていうところなんで、個人的にね、お願いします。いい、まあ、釣り用という感じですね。やっぱ普通に買うと3万とか。あ、そうなんや。何万もするんで、すぐ穴開いたりするんですけど、あ、買い替えるのに躊躇する値段なんで。そうなんや。4500円で販売しております。すごい。しかも丸洗い OK、 田植えで実は作られた商品なんですよ。農作業の商品なんですけど、渓流釣りの少しでも足川に入ったりとか、濡れても農作業のこのタイプでもいけるんじゃないかっていうので。確かに農作業感もないですもんね。全然もう釣りでも使えるよっていうのでちょっとご紹介。出ました、こちらでございます。イージスフュージョンダウンジャケット。今年は、カラーはどんな感じですか。今年はそこは大きな変化はなしで、はい、値段はちょっと高かったんですかね。まあでもこの値段出したのがすごいですもんね。ありがとうございます。去年は色味なんかちょっと薄い緑みたいな、ピスタチオカラー。ああ、そうやそうやそうや。まあトレンドとかもありますしね、はい、サイズ感も特に変わってない。そうですね、この機能的なやつはサイズ感をワンサイズ上げてる人多いと思うんですよ、はい、やけどカジュアルの新しいラインは同じサイズでいけるかもしれないですね。普段 L やったら L とか、防水でダウン入ってで中綿も入っててみたいな。なんかまあダウンになっちゃったらもうあんまり投資で関係ないっちゃ関係ないですもんね。そうです。でここにインディゴもあるし、インディゴも値段変わらずですか。そうです、ね、そう、インディゴの値段も変えずに出せるっていうのがすごいですよね。普通インディゴって染めのライン変わるんですよ、1工程大なるんですよ。だけど値段変わらず。デニムバージョンって多分こういうラインナップの中ではちょっと値段1000円とか2000円上がるんですけど、上がらへんっていうのはどうしてんのよなって。あ、これパンツもあるんですね。そうですね、セットアップで、はい、セットアップで着ていただけるように揃えております。ありがとうございます、はい、こんな感じですかね。そうですね、こっち側のブースはこれで、向こうは何が。向こうはのワーキングとか防水のウェアとかはもあるので、うん、あ、向こうなんか今やってはんねや。そうです、今のちょうどヘッドシェルターっていう、今年の土屋さんちゃいます。土屋さんです。ですよね。今ここで紹介しているエクシェルターがあの今年の防水防寒の目玉にはなっている商品なので。エクスシェルターっていうのはどういうことなんですか。エクスシェルターは断熱材を使ったものになっているんです、うんうん、先ほども見ていただいた中綿とかがあったかいんですけど、うんうん、今回断熱材を入れているので、うん、家とかのあの断熱材ですね、寒さや対策として断熱材初めて使った、うんうん、今後もしかしたら寒いも暑いもいける可能性出てくる、はい、出てきます。でそこに空気とか空調つけたら暑くてもいけるかもしれないですもん。能登の地震の際に赤十字の団体の人、うん、
あの方々とちょっと商品提供とかして使っていただいてとか、うん、そっち方面にも展開できていけたら、あ、すごいいいですね、理念としても。パンツとかジャケットとかいろんな方で今回出させていただいてるので、うんうんうん、このエクセルダーってやつ、まあ、結構ワークマンさんね、寄付っていうかそういうのもやってて、それが石川の能登地震の方に寄付されるとか、そういう取り組みもされててっていう感じですよね。はい、ありがとうございます。いえいえいえ。はい、ということで、見させていただきました。新しいアイテムとかもあったり、僕個人的にはベースレイヤーのウールのやつ、あれがやっぱ良かって、ちょっとあれはこっそり買いに行こうかなと思ってるので、もしかしたら平凡な一日とかの Vlog で寝巻きとかでなんか着てるなと思ったら、もしかしたらあれ着てるかもしれないんで、また皆さんも店頭行ってみてください。ということで、本日はワークマンさんの2024年秋冬の新作の展示会に来させてもらいました。ありがとうございました。